3年前の2019年に行われた第54回坂出大橋祭り総踊りの様子です。市民挙げた坂出の夏を彩る一大イベントですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で55回目の一昨年、56回目の昨年と2年続けて中止となりました。57回目となる今年の坂出大橋祭りについては規模を縮小した上で開催することになりました。これは6月1日に行われた坂出市議会市民建設委員会で担当の産業観光課から報告されたものです。それによりますと、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じた上で、8月6日土曜日に午後6時から坂出商店街で土曜デーを開催。坂出駅前花水木広場では午後5時から午後8時30分の時間、坂出商工会議所青年部との共催でステージイベントを開催。その中に踊り、一部自由連を含める予定です。翌日8月7日日曜日には会場花火大会を午後8時から45分間の時間で4000発の花火を坂出港から打ち上げることにしています。なお、坂出大橋祭りのメイン行事として親しまれている総踊りと太鼓台共演については密が避けられず、感染対策が難しいと3年続けての中止となりました。この規模縮小の決定は、前日の5月31日、坂出大橋祭りを主催する坂出祭り協賛会の代表者会で決定したものです。事務局から提案のあった規模を縮小した上での開催案は、全会一致で承認されました。ありがとうございます。気持ちとしては、フルでやりたかったわけでありますけど、大変申し訳ないなと思っておりますが、私も残念な気持ちでありますが、よろしくお願いいたします。花火大会関係で代表者会理事として出席していた総踊り運営委員長を務める藤間絹舞さんは、このコロナ禍の中では総踊りが3年続けて中止となるのは仕方がないかと思いますが、ただただ残念ですと会終了後感想を述べていました。同じく理事で太鼓台運営委員会長の野保利正さんに話を聞きました。そうですね、2年目で、去年で2年目になって今年3年目になるんですけど、やはり太鼓台運営委員会としては、やっぱりみんな出したいという各太鼓台の意見もありましたんですけど、今のコロナ禍の状況でやっぱり坂出市の方でやっぱりこうなかなか難しいという判断をされたんで、今年もちょっと残念ですけど、もう参加できないということでちょっと悔しく思っております。はい。